グスタボ選手の印象はどうでした？拳がめっちゃ重かったですね。でもなんか当日の体重差が8キロぐらいあるっていう風に聞いてたんですけど、まあ、フィジカルの差は感じなかったです。ただパンチが痛かったですね。どうですか、スリルは味わいましたか？まあまあまあかな。自分としてはどうですか、試合内容的には満足しました？まあでも倒したかったですね、はい、また反省して何が悪かったのかまた考えたいと思います。まあ、これでグランプリの出場はほぼ間違いないんじゃないかと思うんですけど、グランプリに向けてはどうですか？いやまだ分かんないですね。ベラトールのなんかトーナメントもやるみたいなんで、フェザー級のトーナメント、まあ世界に挑戦してみたいなとも思うし、なんかぶっちゃけ今ライト級どうなんですか？あんまスター選手いないんで、逆になんか俺を中心に68キロとかのトーナメントに変えてもらいたいなって思いますけどね。